遠い昔、僕たち神は君たち子供たちの暮らすこの下界に刺激を求めて降りてきた。そして僕たちは決めた。この下界で永遠に君たちと共に暮らそうと。神の力を封印して、不自由さと不便さに囲まれて楽しく生きようってね。僕たちが君たちに与えられるのはたった一つ、恩恵という名のモンスターと戦う力だけ。与えられた子供たちはその神の眷属、ファミリアになる。つまり君は僕の眷属、ヘスティアファミリアのたった一人のメンバーってわけだ。聞いてるのかい、ベル君。ベル君、大丈夫ですか？アンガトよ。したんだあれ、大丈夫なのか？駆け出しが無茶してドジ踏んだんだね。ああ、ただのドジスケか。エイガさん、ベル君、アイズバレンシュタインさんのことを教えてください。ダメじゃないの、いきなり5階層まで潜っただなんて。パーティーを組まずにソロでダンジョンに潜ってるだけでも危険なのに。いつも言ってるでしょ、冒険者は冒険しちゃダメだって。はい、すいません。ベル君、君はすごい幸運なんだよ。ダンジョンに潜り始めてまだ半月のレベル1の冒険者がミノタウルスに襲われて生きて帰れたんだから。はい。とにかく無事でよかった。今度から気をつけるんだよ。あと血まみれで街を突っ切るのもやめようね。はい。それで会津さんの情報なんですが。何？もしかして。